そんなにハーハーして。今日はお日様が気持ちいいからね。こんな日はふかふかの芝生で寝るのに限るのさ。あなたも寝よう。知らないうちに心配されてる感じ？夜ね。そうだね。あんまり寝てないかな。勉強しなきゃならないから。かなたちゃん特待生だから、成績上位をキープしないと授業料とかいろいろ優遇してもらえないのさ。家族に負担かけたくないし、毎晩頑張ってるのですよ。かなたちゃんお姉ちゃんだからね。あなたはかなたちゃんのお話を聞きに来てくれたの？そっか、ありがとね。